どうも、PDR さんのゴミ箱へようこそ。今日は質問コーナーエキストラーカッコカリをやりたいと思います。どういうコーナーかっていうと、まあメインチャンネルの質問コーナーで使わなかった質問に、まあメインチャンネルより多く答えていきたいと思います。 YouTube を始めた頃、再生回数やコメントはどんな感じでしたか？始めたばっかの頃は全くなかったです。再生回数もなんか10とか15とか、まあよくて100みたいな感じで、コメントも2個あればいい方でしたね。で、仲良くしてた有名、まあその頃は有名だった YouTuber とかが女先でコメントをくれる感じでしたね。だから皆さんもぜひめげずに頑張ってください。なんか再生回数が10とかコメントがなくても、続ければきっと上がります。多分上がらない人もいます。PDR さんって結局うんこですよね。はい。ダンカンさん、セーラームーン好きですか？もし好きならぜひなりきりごっこお願いします。もうやりました。ラテニャンとポップは対面したことありますか？ない。ポケモン言えるかな歌ってください。ポケモン言えるかなは中学生以来聞いてないですね。98年とか99年だったかな。ピカチュウ、海竜、ヤドラン、ピジョン、コダック、コラッタ、ツバット…わかりません。最近 PDS より PDR の方が面白いのはなぜ？単純に飽きたんじゃないですか。それか、まあなんか適当な動画出してもみんな見てくれるってことが分かってから、あんまりね、なんかもっといい動画を作ろうという向上心がなくなったのかな。だからかな。どうして全ての質問に答えないのですか？すげえ時間がかかるから。ジョン・シナとケインは好きですか？シナは昔から好きじゃないですね。あのプロトタイプとかチェーンギャングの頃もあんまり好きじゃないです。まあ今の方が嫌いですね。すげえつまんない感じのベイビーフェイスで、同じこと言って同じことやって負けない。ケインは昔の方がいいですよね。97年あたりのケインが一番いいです。一番最初に登場した時、そっからみたいな。で、マスクがなくなって、で、マスクまたしてるけど、もう、取り返しのつかない感じですよね。しかももう年取ってて、昔のような動きできないし、そろそろ引退してもいいんじゃないのかなって思ってます。ズバリ身長は ?3 メートルとか嘘やろ。3メートルじゃなくて、3メルト。どこに住んでるんですか？ここ。昨日キャンプに行ったの。 PDR さんはキャンプとか好き？嫌い。 T シャツどこで買ってますか？ T シャツはいろんなとこで買ってます。まあ今着てるやつは WWE のオンラインショップから買ったんですけど、まあ H&M とか Forever 21、 ヤフオク、原宿の安い T シャツ売ってるとことか、まあどこでもいろんなとこで買ってます。はい。ディズニー好き？ミーメイさんと行く？ディズニーは2人ともあんまり好きじゃないんで、多分ランドとかシーは行かないっす。 PDR さんのこと PDR って呼んでもいいですか？ダメ。ポール・マカートニーのライブ行きますか？お金があったら行きます。ウルヴァリン見に行きますか？行きません。まあウルヴァリンはすごい好きなんですけど、ほら最初の映画ゴミでしたね。あのこのデッドプールとか何？それでこの前スター・トレック見に行った時に予告やってたんですけど、すごい面白くなさそうな感じだったんで見ないっす。はい。で、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。またこういうのやってほしかったら、ぜひコメント欄で教えてください。もういらねえよ、みたいな感じだったら教えてください。じゃあ。